ファーウェイ製、米企業も調達禁止、州内にも大統領令と日経新聞が伝えていまして、はい、ロイター通信は14日、中国の通信機器最大手ファーウェイの製品を米企業が調達するのを事実上禁止する大統領令に、はい、トランプ米大統領が今週にも署名する可能性があると報じた。これまでも検討してきたが、米中貿易協議の、進捗を見ながら発動をたびたび延期してきた。大統領令は安全保障上リスクがある企業の製品を調達しないよう求める内容、社名を名指ししないが、米政府はファーウェイの製品が中国政府のスパイ活動に使われると指摘している。ほとんどの米企業はすでに同社製品を使っていないが、うん、大統領令を出せば強硬姿勢が鮮明になると、はい、これ日本も追随しろよと。そうですね、もうドコモとか、うん、扱わないようにしてほしいですよね。そうですね、ルーターとかだって全然ファーウェイ製でしょ、どうせまだ、うん、それからやっぱアンドロイドを、うん、僕はアンドロイド派にではあるんですけど、はい、おこれちょっといいじゃんと思ったらファーウェイなんだよね何度か年に、はい、年に1回2回は掴んでしまうっていうね、うん、やっぱこれかなり iPhone じゃんみたいな、うん、このスペックで、はい、この金額で、はい、ってなると意外とファーウェイいいんですよね。タブレットなんかでこういうのがなんか1万円ぐらいで、はい、かなりのスペックでありますよね。だから iPad なんてすごい高いじゃないですか、うん、高いなんか4万とか5万とかこのミニのやつでもするようなものが、うんはい、それ以下の金額で結構スペックが良かったりとかするので、はい、それはやっぱ買う人いるだろうなと。そう、うん、本当にていうかもう本当あれですよね、日本の企業がこういうものをしっかり作らなきゃいけない、作らなきゃいけなかったんですけど、本当にねギャラにまで負けてますからね、ギャラクシーなんで、はい、NEC かなんかがこういうタブレット出してて、うん、僕タブレットこのミニ買う前にちょっと検討したんですよ、うんはい、なんか日本のメーカーでいいのないのかなと思ったんですけど、うん、ないんですよね。本当にないよ、ね、そう他のメーカー作ってるとしても最新のではなくてちょっとこう何年前のモデルとか、はい、ソニーもそうだし、そうあんまりいいのがないから結局 iPad に落ち着いてしまうという、ソニーは昔の輝きをなくしてね、もうソニーはカメラだけですよ、うん、カメラだけですね、うん、最後の画像ですしね、うん、日本の家電の最後ですよ、うん、日本のハイテクの最後の画像がソニーのデジカメです、うん、もうあとは本当に世界一と言えるものがないんじゃない、いやマジないと思いますよ、あ完全にあこれだけは世界一だなっていうのが日本の家電っていうか、うん、あれにはないね。ソニーソンポって書いてある人がいますけど、いやソニー全然違う全然違うそうそうそう、まあソニー結局金融で儲けるようになっちゃったからちょっとおかしくない炊飯器って炊飯器は確かに作ってない、ソニーってか炊飯器、日本の炊飯器は炊飯器は確かに世界一だけど日本のものだからね。そうですね、米にこだわるの日本だけだからね、あの米の質の違いもありますからね。そうだって日本の米で適応しますけど、そうあのインドとかの米はね、行ってタイとかね、うん、そうあれでなんか踊り抱きとかしても、うん、そう言われてもね必要ないからね本当ですね、はい、あとウォシュレットね、あウォシュレットはいけたのみたいなケルヒャーって、そう確かにでもケルヒャーくらいの高圧洗浄機くらいのそう、まあ、こういう話してもなかなか切り出せなくなっちゃうね、切り出せない、そう使えなくなっちゃうからね使えなくなっちゃうねいやまあ、とにかくファーウェイ製はまあ排除していきましょうという話なんですけど、もうとにかくファーウェイを排除しないとどうにもなんないから ね、うん、ね世界中の情報が抜かれるし、うん、でもう、我々のことをいつでも脅せるような存在になるからね、うん、中国側はアメリカも抜いてるけどアメリカは脅してしないからね、うん、あの大事な時にだけしか使わないからね、うんうん、で中国人だと何に使うか分かんないからね、そうですね、はい、まあでも家電量販店行くと、はい、うん、もうファーウェイ製品で溢れてるわけじゃないですか、うん、そう、まあ、端末もそうだし端末も、うん、そうだしね、もう何でもかんでもちょっとしかも安くていいっていう、ね、安くていいっていう、はい、本来はだから買うべき商品なんですよ、うん、買うべき商品いやもうあの思想がない人はやっぱ平気で買ってるよね、うん、だからあのファーウェイ買わないのバカじゃねえのぐらいの感じ、うん、あとギャラクシーとかね、はい、うん、まあ、でも結局日本人 iPhone みんな好きだし、はい、パソコンとかも Mac 使ってると、まあ、連携が楽だから確かにね、うん、そうなんですね、 Mac 買う前提で言えば、はい、iPhone かなと、そうですね、うん、はい、思うんですけど、はい、僕 Android は
あまり使ったことがないので、あ、スマホはずっと iPhone ですし、一回その、はいはい、タブレットで Android の持ったことあるんですけど、うん、はいはい、なんかいまいちピンとこないというか、はいはい、Mac 慣れしてる分使うのが、はい、Google なんだよね。あ、 Google だからこう何検索するとか、うん、そういうのも Google だから、うん、iPhone のいちいちこう Google 検索がこう Google にパッとできないところが、はあ、そのほんのちょっとしたズレが、あ、そうですか、はい、ダメなんですよね。 Google マップと Google の奴隷ですよ僕は。いやでも iPhone でもできますけどね、うん、できるのはできるんだけどね、ちょっとしたなんかその操作の差で、はい、そうそうそう、はい、うん、ほんのちょっとした差ですね。はい、Windows に鳴らされた派とか、はい、そうそうそう、 Android 未経験という人いますね。はい、あ、 ASUS ね、はい、ASUS は台湾の企業ですから、そうですね、うん、まあ、実質チャイナにかもしれないですね、うん、そうですね、はい、ギガバイト、はい、ギガバイトって作らない、はい、ギガバイトってパソコン作ってるところですよね、うん、確か。なるほどね、スマホに変えてからずっと iPhone と、はい、95からずっと Windows とかね、うん、いや、まあファーウェイ商品はやっぱちゃんと研究者も高額で雇ってますし、そうですね、うん、はい、まあ、それは伸びるわなと、うん、で日本が本来やるべきだった方針ですよね。そう、うん、しっかり研究者囲い込んで本当にそう、うん、高額のこう給料を出して、うん、そう、もう研究にもう邁進してもらうっていう、はい、そう、ベンチャー魂がなくなってしまいましたね、日本からは、うん、守りに入っちゃいましたね、守りに入っちゃいましたね、うん、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、これまたぶっ壊すって言いたくなるんじゃないかっていう気がするんですけど、はい、NHK 受信料収入、初の7000億円超え。やっぱりね、丸山議員には N 国行ってもらうしかないっていう。N 国行ってもらうしかないんじゃないですか、これ。はい、でも、丸山さんが NHK をぶっ壊すってやったら僕嫌ですね。N 国って。NHK は14日、はい、2018年度決算を発表した。はい、受信料収入は前年度より209億円増の7122億円、はい、5年連続で過去最高となり、初めて7000億円を超えた、うん、受信料制度を合憲とした17年12月の最高裁判決が出たことや、営業体制の改革が進んだことが要因としている。 NHK は今年10月に予定されている 10% への消費増税時に受信料額を据え置くことで、実質的な受信料を値下げを行うため、はい、今年度予算では事業収支、差金は、はい、30億円の赤字を見込んでいるが、 NHK は黒字になる可能性もあると説明している、はい、でもこれだけのものがあって、はい、赤字になるかもとかっていうのはありえないです、ね、ありえないですよね。それ経営が悪いとして給料高すぎという、ね、うん、でこのやっぱあの裁判がね、はい、聞きましたね、うん、受信料裁判が、うん、あのヤクザの脅しのような感じでみんなビビって払わなきゃダメなんですよ、払わなきゃダメだっていう感じになっちゃって、うん、まあ、あれですけどね、これぶっちゃけ、うん、スマホも今度その NHK 課金し、うん、NHK が課金しようとしてるでしょ、うん、そうなった途端にみんなSIM フリーとか考え出すだろうね。あ、海外から業者でね、なんかできないのかとか、うん、いろいろ考えるとこ出てくる。使えないやつにしなきゃダメですからね。そう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 。それ逆にファーウェイとか言っちゃうんじゃないですか。ファーウェイでもいいやみたいな、ね。そうそうそう。やばいっす。そう。ファーウェイでいいやっていう。はい、うん、でも NHK、うん、消費増税時に受信料を据え置きって、うん、別に大した値下げじゃないですよね。はい、iPhone でもダメ。キャリアが多分あの3つだと多分ダメだと思う。キャリアから課金すると思うよ。いや、ふざけんなよって話ですね。はい、そうそうそう。いやー、なぜそんな。はい、ことをしてしまうのか、はい、ガラケーでよかったのか。あ、ガラケーはでもテレビのあれついてるもんね。うん、うん、はい、結構昔のやつからついてますもんね。そう、ついてるから、うん、だから僕がなんか高校生とか、はい、え、いつだろう、なんかそれぐらいの時からあったような気も、うん、そう、はい、そうそうそう、ご利用してくれって思うよ、うん、本当にいろいろ。これはちょっともうまた、はい、NHK をぶっ壊す勢力が勢いついてくるんですか。 N 国に頑張ってもらうしかないと思いますよ、これ、うん、はい、いや本当にそういうワンイシューで、うん、もう訴え続けて参院選行って、はい、またちょこう露出が増えていけば、そう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 、なんか結構一人ぐらい通るんじゃないかなっていう可能性は高いと思いますよ。今回なんて全国比例ですから、はい、全国どこからでもその N 国に対してまとめてこう、はい、いけるから、ね、こう集約して、そう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 、うん、だから今回がすごいと思う。あ、だって
だって自民党賛成でもなくて野党もあれだし、うん、自分は興味があることはなくて、うん、で自分に直結するって言ったら NHK じゃないのっていう人は 1%2% はいるんじゃないの、いるかもしれない、ね、まあ、100万ぐらい取ればそう1人ぐらいは、はい、もうもしかしたらあれですよ、うん、社民党を超えるかもしれないですよ。あ、社民党硬いんじゃないですか1人行けば社民党絶対1人ですから。そう、ウリウリさん、ちょっぱり韓流ドラマを見るするために NHK に受信料払うにだです、ね、はい、あの日あの子さん N 国代表が言ってる動画見たらブラウザで見れば課金というか言ってましたよ、恐ろしい。あ、なるほど、ブラウザが動けばってのはもう絶対アウトじゃない、マッドキャッツさん、なんか修行僧みたいな生活をしないと NHK から逃れる手段はないのかもしれない、スマホ捨てなきゃいけないってね、うん、カジさん、沖縄市長、あ、お疲れ様でした。カーナビでも NHK 受信料支払い義務の判決が、東京地裁で出ちゃいましたねと。カーナビね、うん、カーナビのそれはもうナビ捨てるしかないです、ね、捨てるしかないと、うん、もうこれからは Google マップでっていう、はい。